続いてはオンマイニューヨークです。今日のニューヨーク中継はブルックリンから。マンハッタンとは一味違ったテイストのおしゃれな穴場をご紹介していきます。この後です。何じゃないか。では水曜ここでオンマイニューヨーク、はい、早速読んでみましょう。曇ってますね。福原さん、はい、おはようございます。今日はですね、ニューヨークとは言ってもマンハッタンではなくて、イーストリバーを挟んで東側にあるブルックリンに来ております。はい、先ほどまでね、うん、雨が降ってきて、雨が止みました。すっごく綺麗な虹がね出たんですが、残念ながらカルベさんの喋りの間に消えてしまいました。ちょっとマンハッタンだね。それ冗談です。トピックザニューヨークからいきましょう、はい、今日発売のこのミネラルウォーター、よく見てください。実は FDNY ニューヨーク市消防局のラベルが入ったミネラルウォーターというのが発売になったそうなんですよ。売り上げがですね、防災基金に寄付されているという、このチャリティー絡みのミネラルウォーターということもあるんですが ね、 FDNY グッズというのがロックフェラーセンターとブルーミングデールというデパートの中にありまして、そこのコーナーで、発売されているという、今日からという1本1ドル50セントだそうであります。さあ、そしてですね、今日のテーマなんですが、ニューヨークトレンド、こちらでございます。マンハッタンもおしゃれなお店は多いんですけれども、このブルックリンにもおしゃれなエリアたくさんあります。で、ここはあのウィリアムズバーグというエリアなんですが、後ろに地下鉄の駅ありますね。実はマンハッタンから地下鉄で1駅5分でもうここに来ちゃうんですね。で、この辺りおしゃれな一角と言われているんですが、近年ですね、さらにそこからもう一歩裏に入ったところに、知らないでしょ、おしゃれなところがあるんだよというような、そんなお店ができているんです。今日はそこをご紹介します。そのウィリアムズバーグのメインストリートがベッドフォードアビニューと呼ばれる通りです。マンハッタンよりちょっとのどかな雰囲気ですかね。おしゃれなお店が最近続々オープン。流行に敏感なニューヨーカーで週末を中心に賑わっています。しかし少し離れた裏通りこそ本当の穴場スポットがあるんです。One of the best kept secrets in Williamsburg. My favorite place in Williamsburg is KCDC. と聞いてやってきたのが工場街なんですね。派手な入り口のこのお店、入ってみると奥にあるのがスケーターショップ KCDC。ニューヨークオリジナルデザインのボードや服が地元ニューヨーカーに大人気。店内にはですね、なんとハーフパイプもあるんですよ。見てるだけでも面白い、そんなお店ですね。そして大人の楽しみはこちらです。地ビールの工場があるんですね。ブルックリンブルワリーという地ビール工場なんですが、毎週土曜日に工場見学がありまして、ニューヨーカーに大人気なんです。というのもツアーの最後にビールが出てくるんですね。ここで作られる出来たてのビールを2杯までなら無料で飲めます。Good. そしてカップルにおすすめの超穴場、イーストリバー沿いに知る人ぞ知る公園があるんですね。ここも人が結構少ないらしいんですよ。ここから見るマンハッタンの夕景、格別ということなんですけれどもね、あのビールをタダで飲むために何度も工場見学する人もいるなんていう話も聞きますけれども工場熟成しちゃってね。あの今ご紹介したのが大体ベッドフォードアビニューからこういった感じで、まあ散らばってる。私の立ち位置から言いますと、こういうことなんです。私の背中越しにマンハッタンがあるという位置になりますが、その中で星の大きいこのお店、もう一軒これからご紹介しようということで、ここです。レンガ造りのおしゃれな建物の中にちっちゃな入り口ですが、わかんないよね、ハリケーンホープフルという名前のお店、うん、何屋さんなのか皆さんちょっとですね、推理しながらお店の中入っていきましょう。飲み屋さんじゃないのかしら。はい、everybody。ちょっとこんな感じなんですよ。すごいいっぱい。サーフショップっぽいでしょ。ねえ、でしょ。でなんか鹿さんもなんか帽子をかぶってるのか何だかありますが、売り物実はこのサーフボードだけなんです。今さんの視界に入ってる中で450ドルと120ドルって書いてありますが、うん、他に皆さんの目に入ってるものは全部飾りです。でお店の中にソファーがあって、皆さんなんか飲んでるんですよね。はい、実はこのお店、うんうん、何を売っているか、売ってるスープ屋さんなんです。はい、こんな大きなサイズでスープを売っているスープショップなんですよ。面白いでしょう。こちらオーナーなんですけれどもね、はい、はい、Why did you make this soup shop? I wanted to create an environment that was cozy and comfortable.
and felt like、your grandfather's garage, the kind of place you'd want to be in a storm. なるほどね。こうカンファタブル、心地よい空間を作ろうと思ってということなんですが、このオーナー自身ね、実はサーファーなんですよ。サーファーでありまして、まあ、波が穏やかな時はここでスープを振る舞ってですね、大きな波が来るのを待っているということで、ホープフルということなんですよね。私ちょっと何味？It's a little too big。ちょっと辛みが入ってるね。これなんかシーフードが入って、野菜もふんだんに入ってますけど。This too big size, right? That's the big one.That's the biggest. すごい。これを飲んでるんです。アメリカの人って本当に胃が大きいというのがそれを毎回感じますけれどもね。でもね、ちょっとやっぱりマンハッタンとは違って、売り物売り物って感じじゃなくて、こう飾りの中でのんびりとスープを飲んでるっていうのはマンハッタンにはない雰囲気かもしれませんね。こういうスープショップ流行ってるんですか？はい、流行ってるんですって。結局ね、みんなここにダベリに来てるんですよ。後ろにソファーがあって、みんなそこでスープを飲んでるでしょ、ええ、お話をする場所みたいになってまして、まあ、地元の仲良しグループの中では人気のお店、そんな感じでしょうかね。はい、ありがとうございました。はい、なもんですよね、あったかでしたもんね。ちゃんとしてました。続いてはトロと旅するです。今週はテーマパークです。